今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。悠仁様教育係が更迭。このように様々な物議を醸している悠仁さまですが、女性自身2022年6月21日号は、の子様が悠仁様の教育係を更迭されたというニュースを報じました。都内有数の進学校での高校生活をスタートされた悠仁様 その陰で、お茶の水女子大学とのパイプ役を担っていた人物が去っていた。職員たちが立いた人事の内幕に迫る。筑波大学附属高等学校に久人様が入学されてから2ヶ月が過ぎた。同校は、2021年度の入試では42人が東京大学に合格した都内屈指の進学校。 久人様を東大に合格させるという目標があると言われる秋篠宮ご夫妻にとっては、期待できる教育環境が整ったのだ。そんな中、ひっそりと秋篠宮家を去った女性職員がいた。公私職宮務官の A さんが、4月30日付で遺願退職したのです。こう話すのは、秋篠宮家に近い宮内庁関係者だ。 A さんは2019年5月に公師職宮医務官として着任していますが前職はお茶の水女子大学の職員で広報などの責任者でしたちょうどこの前月に久人様がお茶の水女子大学附属中学校に進学されていました A さんは秋篠宮家と学校側との連絡調整を担当するとともに東大を目指す久人様の教育係の役割も 前出宮内庁関係者この悠仁様の教育係を務めていたという A さんですがどうやら退職前には範子さ様から退職するよう強い圧力をかけられていたようです範子さ様は秋篠宮家とお茶の水女子大学とのパイプ役として A さんを雇ったのですが悠仁様がお茶中を卒業し筑府に進学された現在もはや A さんは用済みですからね。もともとこの A さんは典子様と相性が悪かったようですが悠仁さまのお茶駐在学中に A さんを解雇してしまった場合秋篠宮家とお茶中との関係が悪くなってしまう可能性もありますから悠仁さまのお茶駐在学中は解雇することができなかったようですですがまあ予想通りといいますか悠仁さまがお茶中を卒業された直後から 子様からら A さんに対すす。る嫌がらせがせ開始したようですある時は、椅子を隠したり、わざと雑用を押し付け、他の職員が帰った後にも、一人残業で残らせたり、また別の時には、あら、あなたまだ、うちで働いてたのね。もうとっくに用済みなんだから、普通なら空気を読んで自主的に退職しそうなものなのにね、などと煽られることもありました。秋篠宮家関係者。 のりこ様のパワハラが大問題に。こうしたのりこ様からの嫌がらせにより、A さんは、4月30日付で胃がん退職することとなったのですが、実は、このようなのりこ様のパワハラが、現在、非常に厄介な問題を引き起こしているようなのですね。実は、A さんは、のりこ様からのパワハラ発言などをボイスレコーダーで録音していたようで、現在、宮内庁に対して、 パワハラでで訴えるると言ってきてきいるようなのですねもし仮に、このような裁判の起こされてしまえば、秋篠宮家の評判はますます低下しますから、宮内庁としては、なんとか穏便に済ませるようにということで、弁護士を通して話し合いを行っているようです。紀子様のパワハラの音声証拠などが残っていることもあり、宮内庁の幹部などは、何が何でも訴訟沙汰だけは避けたいようで、 どれだけ金を払ってててでででも時で済ませほししいいと弁護士に要望しているようですね全室の秋篠宮家関係者。これまでに何人もの職員が退職に追い込まれていますが、これを機に秋篠宮家のパワハラが減っていけばよいですね。皆さんは、今回の件は、訴訟沙汰に発展すると思いますかぜひ、コメント欄に感想や意見をお願いします。 久人様がお茶中を卒業された直後から、のりこ様から A さんに対する嫌がらせが開始したようです。ある時は、椅子を隠したり、わざと雑用を押し付け、他の職員が帰った後にも、一人残業で残らせたり、また別の時には、あら、あなたまだ、うちで働いてたのね。もうとっくに用済みなんだから、普通なら空気を読んで自主的に退職しそうなものなのにね。 などと煽られることもありました秋篠宮家関係者。恩知らずにして違法パワハラの典型を犯した先民費。同情の余地など一切なし。用済みになったのは、一応男児とはいえ、使い物にはならない外児しか埋めなかった本人のことですけど、もし仮に、このような裁判の起こされてしまえば、秋篠宮家の評判はますます低下しますから、宮内庁としては、 何とか穏便に済ませるようにということで、弁護士を通して話し合いを行っているようです。典子様のパワハラの音声証拠などが残っていることもあり、宮内庁の幹部などは、何が何でも訴訟沙汰だけは避けたいようで、どれだけ金を払ってでも示談で済ませてほしいと弁護士に要望しているようですね。前室の秋篠宮家関係者。これでは宮内庁はパワハラを認め、容認する組織であることを、 自自ら証明すする自爆行為になりますよこれは宮内庁の無策リ子をのさばらせてきた猛獣管理責任が問われているに等しいハレンチ事件であり、選民から皇族にしてしまった結婚前進元調査をしなかった不作為責任にすべての原因があるのです。脳裏であるなら、粛々と訴訟を起こさせ、こんなに宮妃がひどい暴言を吐いていたとは知らなかったとリ子を見捨てるのが正解。 今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。筑波大附属校1年生悠仁様の日常と保護者の困惑。急なお出ましに学校は。3月の卒業式の時。今年は保護者も参加できて、賑やかでした。卒業式の後は例年、親も子も、2時とか3時まで学校に残って、友達と写真を撮ったり、 広い校内の思い出の場所に行って記念写真を撮ったりおしゃべりしたりして、それが恒例なんです。が、式の終了後、突然、校内から退出してください、とアナウンスがあったんです。コロナ禍で制約の多かった学年ですから、この日、最後にみんなで会えるのをすごく楽しみにしていて。なのになんでって。卒業式の日の午後は、毎年、新入生への入学説明会があるんです。 そのための緊急措置でした。久人様の保護者が説明会に出席することになったため、学校側は大慌ての対応になったのでは、という。在校生の保護者はこう言う。せめて事前に在校生へのお知らせがあれば、朝早く行って写真を撮るとか、何かできたのにな、って。でも、とにかく全員退室というので、みんな仕方なく帰ったようです。地区府は、 皇族型の対応に慣れていませんし、急なお出ましはやはり。この日の入学説明会には、お母様ののりこ様が出席、周囲の保護者に積極的に声をかける姿が見られたという。実は4月の新年度保護者会でも、急なお出ましが。連休前の23日に、PTA 総会とクラス保護者会があったんです。ちょうど秋篠宮夫妻の伊勢行き日程と重なっていたので、 のりこさまが出席なさるとは思わず、それが直前に、クラス保護者会の方に出席連絡が入ったとかで、バタバタだったと聞いています。悠仁さま高校進学。宮内庁狂気の発言。この制度が設けられたのは、悠仁さまがお茶の水女子大附属省に在籍され、中学への進学を控えておられた時期にあたっていた。さらに、 五年間の次元的な試みという位置づけがされていたこともあって、久人様のための制度ではないか、皇室特権ではないかという声がくすぶってきたわけです。中学進学の際にもこの制度を使って地区府への転入を模索されたものの、一連の小室問題が持ち上がっていたこともあって回避されたと言われていました先のデスク。それが今回、特別ルートによる高校進学が現実味を帯びてきたというわけだ。 宮内庁の人たちに話を聞いてみると、その進学方法が国民からの批判の対象となりかねないことに気をもんでいるようでした。宮内庁が特別ルートの策定などに関与した事実はなく、秋篠宮家からも情報が細かく入ってくるわけでもなく、さらに心配を募らせている様子でしたどうちょっとこの報道についての国民の声を紹介します。前の記事でもその前の記事でもその前の前の記事でも、 ほぼ同じ米を見ました。ただのサイトつぶしのコキペくんです。最近は読まなくても、パッと見ただけでわかります。たまには新しい字書いてくれ。秋人天皇もボンクラ天皇だったが特任天皇はその上を行く歴代天皇でも最低クラス。絶対美智子と秋篠宮に逆らえない天皇びっくりマーク。 秋篠宮家は刑事告発で廃止してドチビカツラの天皇は責任取って退位して愛子内親王を天皇にしろ十官丹府どう考えてもこのままだと日本の皇室は滅びる。本当に秋篠宮家のすることなすこと国民をバカにしすぎ十官丹府ネット社会ですよ十官丹府国民はすべてお見通しです十官丹府それでも毎日新たな真実が明らかになっていますが。 びっくりマークこれ以上見苦しい様をさらす前に坊ちゃんの進学を機に皇室からされ中簡短布。宮内庁が入学後に勉強についていけるか懸念してるとのことだが、両親や担当の家庭教師等は心配してないのでしょうか。ついていけない時に生じる不安、問題について暴走している母親にアドバイスできる人もいなくて、聞く耳もないとなると、 このまま成人さんを人体実験にしてどうなるか見守ることになるんでしょう。本人もネットなど検索していろいろな意見を読んでいるかもしれず、母に従った結果がうまくいかない場合が怖いですね。秋篠宮家も最低だか特任天皇もダメだね。見た目も悪いし、何せ背が低すぎ。早く秋篠宮と道子と差し違えて愛子内親王を天皇にしないと令和で皇室天皇制度終わるよな。 まあそれにしても、道子が産んだ長男次男ともひどすぎる。特任天皇の秋篠宮問題逃げまくり、道子に逆らえない姿勢納得できない。逃げまくってるのではなく、道子秋篠宮と同じ意見なのでしょう。愛子内親王を天皇する気ないし、早く天皇を辞めて愛子を天皇にしろ。秋篠宮は豚箱だ十官誕夫今まで、 権力と絞り取った血税を使ってやれないことはなかったから、自信満々でしょう。二月の小室の司法試験、合格させるでしょうね。小室は、まだプー太郎恥知らずの秋篠宮家、子供らみんな、崩れていくでしょう。秋篠宮一家は国賊としか言えない。どうしてここまで恥さらしい、横暴なことができるのだろうか。万世一系、男系男子など誰が言ってるのか。 皇室かだったら日本国だけでなく世界中を欺いている皇室に怒りを覚える。国民に恥をかかせることになる。それとも政治家、有識者などが勝手に作り上げたのか。秋篠宮の血筋のためにもぜひとも知りたい。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。小室圭さん、すでに投資家として五千万円溶かしていた。 マコさんは、損失を補填して、と外務省へ泣きつき、小室圭さん投資家に、先月4月15日に、2度目のニューヨーク州司法試験に不合格となったことが報じられ、今後の動向に注目が集まっている小室圭さんですが、今週発売された、女性セブン、2022年6月9日号、は、小室圭さん投資家になる、マコさんの資産握りしめ、というショッキングなタイトルの記事を報じました。 実は以前から投資家を目指していた。小室圭さんは、かつて、チャレンジズインプリケーションズフォーポテンシャルレフォームズオブクラウドファンディング・ローフォーソーシャルエンタープライゼズ、社会的企業のためのクラウドファンディング法改正の可能性への課題と示唆、というタイトルの論文でコンテストに準優勝したことが話題となりました。この論文のタイトルからも、 小室圭さんが企業や投資に関して強い関心を持っていることが伺われますが、一橋大学大学院国際企業戦略研究科を卒業した際の論文のテーマも、海外から日本への投資となっており、ある意味で、弁護士以上に投資家となることに関心を持っていたのかもしれません。また2019年5月に放送された情報番組、バイキングフジテレビ系では、 小室圭さんの代理人弁護士が次のように発言しています。小室さんは弁護士資格の取得を目指していると言ってますが、弁護士になるとは言っていません。例えば、どこかの企業に就職するとかもしかしたら自分で起業するかもしれない。彼は今ライフプランを作っている。婚約内定の状態で、真子さんを一人日本に残しアメリカのロースクールに留学しながら、このように、 必ずしも弁護士になるわけではなく、あくまで今後の人生の計画を練っている最中であるとのメッセージが発表されたことで、当時は大いに批判を浴びることとなりました。ですが、このような代理人弁護士の発言からも、小室圭さんが必ずしも国際弁護士になることを最終目的としているのではなく、同時に別の道も模索していたということがわかります。また、 日本とニューヨーク州の弁護士資格を持つ山口真由さんは小室圭さんがコンペで準優勝を獲得した論文の内容から証券法を専門にして株式や資金調達に関わるセキュリティロイヤーを目指しているのではないかとして次のようにも語っていましたクラウドファンディングという自流に乗ったテーマを選びその問題点を洗い出してうまくまとめてあります小室さんは企業法務に携わる弁護士を目指しているのかもしれません 企業法務弁護士には大きく分けて二つあるのですが、一つは M&A、企業の合併や買収、などに関わり会社法を専門にするコーポレートロイヤー。もう一つは、証券法を専門にして株式や資金調達に関わるセキュリティロイヤーです。ともあれ、現在、投資家として、投資家ビザの取得を目指しているのではないかと報じられている小室圭さんですが、先の女性セブンの記事によると、 なんとマコさんの保有する1億円程度の貯金を元手として投資家としての活動をスタートさせる可能性が高いそうです。すでに5000万円の損失も。マコさんの貯金は、ほぼすべて後続費であり、元をたどれば国民の税金です。果たして、ギャンブルまがいの投資を行い損失を出すようなことにはならないのでしょうか。その点について、ある区内庁関係者は次のように語ってくれました。 どうやら、小室圭さんは、二度目の司法試験に不合格となったことが発覚した時点で、弁護士を諦め、投資家となる決意を固めたようで、4月の下旬頃から、真子さんの貯金1億円を元手に、株や FX などの投資活動を開始していたようです。ただ、問題なのは、絶望的に投資のセンスがなかったようで、すでに真子さんの貯金1億円のうち、半分近い5000万円を溶かしてしまったようです。 おそらく、学生時代に、投資に関する論文などを執筆し、変に、自分は投資について詳しいのだ、という自意識を身につけてしまったことが災いしたのでしょう。眞子さんには、俺は投資に詳しいんだ、絶対に、増やしてみせるから、俺を信じてお金を預けてくれ、などと言ってお金を受け取ったようで、さらに、自信過剰なために、次々に高リスクな取引を行い、あっという間に巨額の損失を出してしまったようです。 現在、真子さんは、宮内庁や外務省に泣きついて、必死に損失を補填してほしいと頼み込んでいるそうですが、小室圭さんのギャンブルの損失を国民の税金で補填するわけにはいかないですからね。おそらく、秋篠宮ご夫妻か、上皇后ご夫妻が何とかして損失を補填されるのではないでしょうか。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。 東京五輪の開会式が行われる今回の五輪はコロナウイルスの影響もあり大変波乱含みの大会となっている先月6月には宮内庁の西村康彦長官が定例会見にて天皇陛下は東京オリンピック・パラリンピックの開催がコロナ感染拡大につながらないか懸念されていると異例の拝察発言を行ったことが話題となったその後も ICO のバッハ会長などが皇族方に接待を求めるのではないかといった疑惑も報じら14時14日には読売新聞が皇后雅子さまが開会式を欠席することを報じた天皇陛下が23日に国立競技場で開かれる東京五輪の開会式にお一人で出席し開会宣言される方向で調整されていることが分かった関係者によると開会式には国際オリンピック委員会 IOC や各国の元首らが出席東京五輪の名誉総裁を務める天皇陛下が開会を宣言される。新型コロナウイルスの感染対策のため無観客で関係の出席も絞られることなどから、皇后さまの出席は見送られる方向で対されている。五輪憲章は、開会宣言に関して、開催国の国家元首が行うと規定している。皇后陛下には臨席する義務はないが、 これまで日本で開催された五輪では、東京大会、札幌大会に名誉総裁の昭和天皇とともに皇順皇后が五輪席され、長野五輪開会式では、上皇陛下が開会宣言をされ、美智子さまがご功績された。1。なぜ、雅子さまは欠席されるのか。ハッシュタグ五輪の裏に美智子さま、国民の怒りが爆。初前踊り力を持ってたけど、 これ絶対みちこが雅子さまをオリンピックの舞台で活躍させないように、雅子様さまを欠席させろ、と宮内庁に圧力かけたんだよね。あの突然の馬アレルギー、発表で雅子様さまは馬車には乗れません、とみちこが宮内庁に発表させたようにさ。即位の例の時のように。 政子皇后陛下の素晴らしい語学力で再び政子様が脚光を浴びたら困るもんねもうさこんな道子との子の言いなりばかりになって天皇ご一家をないがしろにするようなバカな宮内庁なんていらないよ。名前もいっそのこと、道子こ安どの町に変えたら、ところで、最近天皇陛下が誕生日に誠との結婚を認めなかったのがよほど尺に触ったのか、バカ西村の拝殺事件といい、昨日の上皇様はすごかった。 の記事の中では、天皇陛下の水の研究をわざと害させたり、しまいには陛下が誕生日にあおった、多くの人が喜んでくれる状況という条件を頭が痛い、だの、わざわざ言及する必要はなかった、とまで批判させやがった、は、多くの人が喜んでくれる状況という条件は元踊り寺秋篠宮が出した条件なんですけど、陛下はそれをただ尊重しただけなんですけど、 文句があるなら言い出しっぺの秋篠宮に言えや、だいたい天皇陛下の誕生日に真子の結婚問題みたいな不潔な質問をするのは反対だ。って多くの国民が事前に主張していたのにもかかわらず、この質問を無理やり認めをしきったのは宮内庁だろうが、天皇陛下の言葉をうまく利用して真子の結婚をスムーズに進ませる目的だったのが、思い通りにいかなかったからって陛下に発当たりするんじゃねえよ、そもそも。 妻である雅子皇后陛下やマナ娘である年の宮様を散々いじめ倒してきて、自分の敗退死運動まで起こさせた一家のためにどうして陛下が尻拭いしなきゃならないんだよ。自分の娘のことくらい、自分たちで解決しろっての、雅子様がご病気の時、年の宮様が登校不安に陥っていた時、見て子や秋篠宮一家が助けてくれたか、何にもしなかったよな。 それどころか会見で散々批判してきたよな、それに宮内庁もマスゴミも。あんたら自分たちのやってること本当にわかってんの、893と深い関係のある家族が皇室、しかも次の天皇家になるかもしれない一家と隕石関係を結ぶというのが、日本にとってどれほど国益を損ない。また歴史に残る前代未聞の恥さらしになるということが、例えばだけど、 もしも未来のイギリス国王となられるウィリアム王子がマフィアと深い関わりを持つ一家の女性と結婚しようとしていたら一体どうなるか。もしもそんな事態になったとしたら、イギリス王室の威厳や存在意義も、また国民からの尊敬も一切失う非常事態となり、また世界中の大きな国からもイギリス王族は軽蔑、軽視されることになるであろう。というか、 ヨーロッパ王室のメンバーがマフィアと深い関係を持った人間と結婚するような事態なんて絶対に想像できないでしょもしもそんな事態になったとしたら確実にそのメンバーは即刻王族の資格を剥奪され国外追放処分になると思うよあと美智子最近息子である陛下を逆恨みして西村やマスゴミを使って再びバッシングさせ始めたみたいだけどあんた自分のしていること分かってんの ちょっとこの報道についての国民の声を紹介します。権力行使、利権利用のためにうごめくやからがいるのは世の常だが、高貴な方が一線を越えるから現在の混乱があると思う。あの人もやってる。それがさ飽秋だもの。彼らはそのためだけに不信していて、国民などどうでもよいということだ。秋篠宮が天皇の血が入っていないことは前からの噂で知っていましたが、 噂の息でしたが最近はそれが表に出てきたような気がいたします。これは風向きが変わってきたのでしょう。今後の皇室のために闇を公のもとにさらしていくことは不可欠なことです。秋篠宮の体たらくは平成の道子皇后が作ったものと考えます。いまだに道子皇后と秋篠宮家はいろいろ画策していますが、もうバレています。道子は雅子さまのキャリアを闇、 嫉妬するじゃな心を持った女です。自己愛性人格なので、自分が褒められ、目立っていないと面白くないのです。少しでも雅子様が目立つと、腹を立てる。そして宮内庁幹部を呼んで、指示をする。これが見て子と言われるゆえんです。私を見て、見て。つまり見て子なんです。雅子を見ないでは道子を見て、と呟いている。 全ての諸悪の根元は道子さんだったのですね。昭和天皇の奥様が道子さんの嫁入りを反対なさった理由がよくわかります。所詮一般人、皇室のしきたりや皇室の人間としての教育のできない人。開かれた皇室なんて持ち上げられて良い気になっていた人でしたからね。それにしてもご自身の息子である天皇陛下の邪魔をするとは、親としての自覚もないお方。 秋篠宮一家とともに離脱していただきたい方です。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。雅子さま養蚕作業を急きょ取り留めに。本日8日、皇后雅子さまは、体調が整わず、予定されていた皇居内での養蚕の作業を取り留められることが発表されました。皇后さまは、体調が整わず、 今日予定されていた皇居内での養蚕の作業を取りやめられました。宮内庁によりますと、皇后さまは腰に少し違和感があるということです。今日は、皇居内の施設で飼育している蚕が作った眉を今年初めて収穫する初米かきの作業が予定されていましたが、大事を取って取りやめられました。皇居での養蚕は、明治以降、代々の皇后に引き継がれたもので、皇后さまは今年も、 先月から飼育を始められていました。ネットニュースのコメント欄には、養蚕作業が取り留めとなったことが残念だという意見のほか、季節の変わり目で体調を崩しやすい時期でもあり、雅子さまの体調を気遣う意見も書き込まれていました。この時期は、みんな調子を崩しやすい時期ではないですか暑かったり、雨で寒かったりで、未だ体も夏に向かう調子に慣れていなくて。 体の不調が出やすい時期だと思っています。首や腰に不調があれば、天気や湿度などでも不調になります。まして女性特有の高年期症状が、早く出たり重かったりとデリケートな、お年頃にもお見受けします。みんな悩んでもわかりにくく、自分自身でも困惑することもあります。ここ2年間はコロナで思うように動くことができず、思いがけなく体も疲弊していたりと。 いろいろな要因になっているのでしょう。頑張り屋の政子皇后さまは、無理なさらず難しいとは思いますが、あるがままの自分の不調を受け入れて、体や心の完璧な人間などいませんので大切になさってください。ここ最近は皇后さまのご公務の姿をよく拝見してて、体調がよろしいのだと喜んでおりましたが、ご無理されておられたのでは、周りも期待されておられたのでは、 それに依頼なければと思われてたかもしれませんね。今は梅雨時で健康な人でも調子が良くない時もあります。どうぞ本当にご無理なさらずに。明日はご結婚記念日ですね。お二人の仲良いお姿が見られますように。養蚕作業取りやめの裏に道子様の圧力今回の養蚕作業が取り留めとなった最大の理由は、体調不良であったようですが、その他、 道子様からの遠回しな圧力もあったようですね。ある宮内庁関係者は次のように事情を説明してくれました。養蚕作業は皇室の伝統的な行事でもあり、平成の時代には皇后であった道子様が取り組まれていました。ですが、その頃から道子様は、眞子さんに作業をお手伝いさせる一方で、雅子様や愛子様には作業を手伝わせなかったようですね。 皇室の伝統を大切に思われている雅子さまは、そのことに関して深く気に病まれていたようです。週刊誌等は、美智子さまが、雅子さまに養蚕作業を手伝わせなかったのではなく、雅子さまが、養蚕作業の手伝いを拒否されている、などと報じていたのですが、一昨年から、養蚕作業を行われている姿を見れば、そうした報道は大変疑わしいものだったということがわかります。 マ子コ様や愛子様が手伝われていないことを不思議に思った職員の一人が道智子様に対してその理由について質問したことがあったのですが、その際、道智子様は、マ子さんはカイを素手で触れませんからね、と煽られたそうです。ええ、道子さんが皇后陛下や年の宮様に引き継ぐべき要さんを、勝手に傍系のマコヨシさんだけを呼んで一緒にしたんだよね。どけものにするといういじめっこ精神黒はてなマーク。 それを、皇后陛下は蚕を素手で触れないとか、嘘をつく。馬アレルギーもそうだったよね。確か、蚕は素手で扱うと人の体温で弱ってしまうんじゃなかった黒果てなマーク。人もいじめるし、蚕も虐待してるんだ破生。それを、慈愛の道子って黒果てなマークほんと、心の醜さがちゃんと出て、醜い顔になったよね。 正田美智子の主説すべては政子様さまの手のひらの上で踊らされているだけなのに。一過病を起こしたな、とわかったときは、一切口答えなどせず、会話もせず、怠けて見せるとお猿さんのように、ケケケと喜ぶみてこ。二茶会で悪口を言い合っているな、と聞かされても、はいはい私は至らぬ嫁でございます。とスパイの上皇職の前で誰かに話すふりをしておけば、またまたお猿さんのように、 けけけと喜ぶみてこ。三愛子を決して外国賓客の前には出さないように、とぐちぐち言い出したときは、ハイハイ愛子は体調が優れないようで失礼させていただきます、とだけ回答すれば、秋篠宮家を見よとかきらみは言うものの、静白や老和の坊主を持ち上げるのは社交辞令か障害児への慈愛なんだからと割り切り、無視すると、またまたお猿さんのように勝ち誇って、皿帽子を太鼓のように叩いて、ケケケと喜ぶみてこ。 本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。